どうも、くまです。本日はグランデフェス300連をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。でね、今回グランデフェスで新しいキャラクターが2キャラ来ました。まず1つ目、リミテッドキャラクターの無限、そして水着バージョンのティナ。この2つが今回新しく来たキャラクターとなります。そしてね、今回のグランデフェスね、6周年記念イベントと重なっていて、まあ、なんとかね、私は300連回すことができそうです。というのも、現在110までこの希少が溜まっている状態となります。ではまずね、ここの無料ガチャの部分を見ていただきたいと思います。はい、それではまずは3月17日、10連となります。姉様のような森人を目指して日々これ精進なのです。はい、次に、3月18日ですね。今回は20連となります。はい、そして3月19日となりますが、ちょっとね、動画の方が撮れてませんでした。で、結果から言うと20連のガチャで、まあ、SR しか出ませんでした。はい、そして3月20、20日の、まあ、状態ですが、まあ、ガチャピンモードとムックモードが出ました。これで稼げましたね。俺はバール。お前たちの間に響くレゾナンスは悪くない。力が溢れています。これもシュバリエのおかげなのでしょうね。はい、それでは残りやっていきましょう。よろしくお願いいたします。で、現在110まで回っていて、宝鐘石が41029、つまりは136連分あるのと、あとはチケットが82枚なんで、合計328かな、328連分あります。まあ、ただ今回はあくまで300連といった形でやっていきます。それでは行きましょうか。ポチッと。それでは行きましょうか。早速、まずは10連回せるだけ。おお、いいね。 SSR が来る。さあ、位置は
微妙な位置。新キャラではない。スプームバンカー。まあ、悪くはない武器。さあ、次。ただ、土はな、今更排水組まないよな。お、なんだ、Sレア解放。おぉ。僕はクルーに、真なるルーンダイスを求めて、旅をするものだ。誰？よし、次。SSR、リミテッドが欲しいっすね、やっぱり。まあ、新キャラでもいいっす。持ってないキャラクターでもいいっす。はぁはぁ。まあ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 、この辺はいいでしょう。この辺は無視でしょう。ああ、なんだこれ。この辺は無視でしょう。頼むよ。なんだこれ。悲しいな。お、やっと SSR 来た。いや、これはちょっと位置は見ちゃいけない。さあ、何来た？あー、なんだこれ。いらないな。よし、次。うわ、新キャラが欲しいんだが。まあ、新キャラが欲しいな、マジで。お、SSR 来た。さあ、来い。位置は見ない。んー、いらねえ。いらねえな。んー、いらねえな。あー、マジ。さあ、来い。あー、なるほど。なるほど。全然来ないね。はぁ、あ、はぁはぁ。マジ？なんでこの、SSR 率低すぎないか。あ、これリミテッドじゃん。芝ですね、確か。あー、よかったよかった。まあ、リミテッドは嬉しいけど、あー、まあ、使うかと言われればどうなんだろうな。お！いや、こいつか。明日仕事を頑張るために今日は遊び尽くすわよ。いや、いらんな別に。さあ、残りは単発となります。残り60連分ですね。なるほど。あ、これ10回で回せるようになったの大きいね。いやー、厳しい厳しいぞ。あれ、マジ。残り50連。あいやー、厳しい。お、 SSR が来たね。位置は見ない。位置は見ちゃいけない。浴衣のキャラクターかな。お、新キャラなんだろう。アルベールだ。今は訳あって旅をしているが、よろしく頼む。おお、アルベールはいいっすね。持ってなかったんで嬉しいです。さあ、次。アイオン、なんだ。サラと、それからグラフォスです。二人で一緒に団長さんに助けていただいたご恩をお返しします。おお、これも持ってなかったんで嬉しいですね。これ光サラなのかな。よかったよかった。オッケーオッケーオッケー。やっぱ新キャラの加入がないとな。はい、どうぞ。のー、残り20連。どうぞ。うわ、SSR 率低いな。本当にグランデフェス開催中ですか。さあ、残りラスト10連。おい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 。おい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 。ということで、交換しましょう。なんか微妙だったな。で、今回は無限、ティナ、そして水着キャラクターたちですかね。水着とかがありますが、まあ何をもらうかと言われれば、難しいけど、シャレムもらいますか。シャレムもらいましょう。オッケー。私の名はシャレム。気軽に敬意と崇拝を込めてシャレム様と呼んでいいぞ。はい、というわけで、まあ、グランデフェス300連となりました。まあ、今回本当にね、6周年イベントがあって報奨席が結構もらえたのと、あとはやっぱり無料ガチャがね
めちゃめちゃ大きかったかなと思います。まあ、結果的にはあんまり微妙な感じでしたが、まあ、でも新キャラクターが何キャラか加入してくれたので良かったかなと思います。それでは本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またね。